こんにちは、プロトリフチャンネルです。白い先端が綺麗な葉っぱの柳、これ通称白露錦と呼ばれていますが、本当の名前は犬こり柳というのが正式な名前です。でも皆さん白露錦の方がネーミング覚えている方が多いと思います。春新芽の先端が白くなっていってというのがこの白露錦の特徴でもあります。ただしどん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 伸びていくと夏場は緑色になってしまうということなんですが、この春先の姿が非常に人気のある柳ということです。柳ですから丈夫です、特別何もしなくてもよく育ちますが、逆に生育が旺盛なので水切れしてしまうと葉っぱの先端がちょりちょりチリチリっとなってしまうので、その辺だけ気をつけてやればいいと思います。どんどんと育つので水切れ絶対ダメということです。それと根が詰まってしまうと生育が非常に悪くなるので、しっかり株元根の状態を見て鉢を大きくする、でなければ上を切って全体のバランスを整えるということをして、いつもこの綺麗な状態そして姿で白露錦楽しんでみたいと思います。